リスマス目前ということで、島村崎鹿児島店インストラクターズによる、クリスマスソングをお届けいたします。今から1曲演奏しますので、どうぞ皆さん聴いて楽しんでくださいね。今回は私たちは専門の楽器ではなく、クリスマスプレゼントにぴったりであろう、楽器たちを使って演奏してみました。どうでしたか？楽しかったです。それぞれの楽器の紹介をちょっとしてもらおうと思います。じゃあ谷さんから。はい、私はウクレレを選んだんですけれども、店頭にもウクレレたくさん並んでまして、ソプラノサイズ、コンサートサイズと並んでいます。私が弾いたのはコンサートサイズなんですけど、もっと小柄な方とかだったらソプラノサイズとかですね、いろいろ置いてますので、手軽に弾けるかなと思います。インテリアにもなりますので、ぜひプレゼントにもおすすめです。はい、確かになんか飾ってあったら素敵なリビングになりそうですね。ババゼさんが弾いたのは何ですか？私はこの河合のミニグランドピアノというトイピアノで演奏したのですが、こちらのミニトイピアノは鍵盤が31鍵盤あって、小さなお子様、ピアノを始める前とか1、2歳のお子様から楽しめるピアノになっています。音も結構可愛らしい感じで、とてもプレゼントにぴったりだと思います。ありがとうございます。可愛らしい、可愛らしいとかけたっていうことですかね。なるほど。可愛いと、そのトイピアノ、可愛いのトイピアノを使用しました。そらっと言ったからどっちかだと。はい、最後にこちらが、ヤマハから出ているベノーバという楽器です。これは誰でも手軽に管楽器を演奏してくださいというコンセプトのもとに作られたプラスチック管に、私はちょっと今ソプラノサックスのリードとマウスピースをそのままいつも使っているものを使用してみたんですけど、本当に実際に管楽器を吹くような感じで、サックスとかクラリネットですかね、吹くような感覚で、でも分子はリコーダーのような形で演奏できるという、管楽器になっています。どの楽器もですね、すごくこう始めていただきやすい楽器になっているかと思いますので、どれも島村楽器に店頭に置いてございますので、どうぞ皆さんクリスマスプレゼントに選んでみてはいかがでしょうか。Thank you.
演奏したのは、私からピアノインストラクターの谷優香、そしてサックスインストラクターの船木春奈、ピアノインストラクターの馬場勢ゆき、3人でお届けいたしました。それでは皆さん、素敵なクリスマスをお過ごしください。メリークリスマス。